中造効果。表は、ヘールクレースの頭部と三つのペレット、裏面は、ガレー戦の戦手と三つのペレットが描かれている。クーアドランスは、古代ローマの制銅性小学効果で、明日の4分の1の価値である。新約聖書では、コドラントと表記される。クーアドランスは、共和制ローマ時代に当初から、中造制動化として作られ、 三つのペレットで、運気や三枚分であることを示していた。初期にはいくつかバリエーションがあったが、表面は、ヘールクレースの頭部、裏面は、ガレー戦の選手が描かれているものが多い。ローマ以外のイタリア半島中央部の各都市でも、同額の効果を鋳造していた。紀元前90年頃以降、青銅貨の価値が下がったため増幣量が減り、クーアドランスが、 最も小学の効果となった。その後、アントニヌスピュスの時代まで散発的に造兵された。ローマ帝国期の他の効果とは異なり、クオドランスには滅多に皇帝の肖像が使われなかった。クーアドランスには、ターンスヤスという別名もあり、サンウンキアを意味する。ギリシア語でクーアドランスに相当する単語としてカッパー、デルタローニュータウイータがある。近聖書ではこれを、 ファーズイングと訳していた。ありがとうございます。